闇で覆われるのさ。ウルトラまずい。やめろ。今君たちに見てもらったのはこれから始まる物語の結末。ただし今は一つの可能性でしかない。この結末を希望に満ちたものへと変えるには君たちの力が必要だ。正しい道を選び、この世界の危機を救ってほしい。さあ物語の扉を開くがいい。ああ、すまない、開き方を教えてなかったな。光の渦に向かって手を伸ばし、ぐるぐると右に回すのだ。少しずつ渦が大きくなり、やがて君たちを包み込み、別世界へと導くだろう。もっとだ、もっと大きく回すのだ。さあ物語の扉は開かれた。勇気ある人間たちよ、みんなで力を合わせ、未来を築く希望の光となるのだ。なんだお前ら、俺が見えてんのか。どうやら本当に俺の頭の中と地球の人間どもがつながってるみたいだな。さっきどこからともなく聞こえてきた、今から君の頭の中に地球人の意志をつなげる、力を合わせて強大な闇へと立ち向かえって、あの話は本当だったわけだ。強大な闇へと立ち向かえって誰に言ってるんだ。大体誰なんだ、人の頭の中土足で入り込んでくるやつ。あ申し遅れました、俺の名はジャグラス・ジャグラー、闇の紳士さ。だが世界を闇に染めたくないなら、今日ばかりは俺の力になるがいい。お前たちの言いたいことが文字になって伝わってくるじゃないか。ああ、地球では新年が明けたんだったな。明けましておめでとう。本年もどうぞよろしくお願いします。ああ、ただもうすぐ成人の日か。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。もう大人です、頑張ってください。さてさて、どうしたもんかな。何何、地球人は何を騒いでいるのかな。ああバロッサ、お前何代目だ。また花火みたいに爆発されちゃうぞ。ああ、明けましておめでとう。明けましておめでとう。皆さん今年は何を抱負としていますか。そうだな、俺は何しようかな。久しぶりにストレージのメンバーにでも会いに行こうかな。新しい特区機開発してないかな。また奪っちゃうのにね。ああバロッサ26代目なんだ。26代目ってなんだ。あ、そういえば謎の声が、大事な選択はみんなの意見を聞いて決めるようにとか言ってたな。まあ地球人の判断なんぞ当てにはならんが、一応試しておくか。
夕日の風来坊ウルトラマンオーブとこの俺ジャグラスジャグラー、魅力的なのはどっちだ。いいか、結果次第じゃこっからのお前らの扱い変わるからな。最後だぞ。分かってるよな。悩むなよ。一つしかないだろう。だってオーブとジャグラーだぜ。まあみんな闇が好きだからな。お、闇に染まる物語だったよな確か。でもみんなウルトラマン好きなんだろう。オーブかっこいいもんね。どこがいいんだろうなウルトラマンなんか。全然わかんない。ああオーブオーブオーブ、ふん、そう、へえ、みんなオーブ好きなんだ。風来坊好きなんだね。寝なし草だよ。すぐどっか行っちゃうよ。働かないよ。その点俺は羊になったり隊長になったりいろんなことしてたな。そうだな、今年もなんかどっかに働いてみようかな。今年の抱負は働くにでもしてみようかな。何の仕事しようかな。何の仕事をしたら面白いことあるかな。そうか、お前たちの考えは分かった。俺がそんなに好きか。なかなかいいセンスしてるじゃねえか。まあしょうがないね。オーブージャグラーが好きだってさ、みんな。勝った。なになになに、オーブ投票した人も結構いるよね。俺だったらまあやめとこ。バロッサ星人には働くという概念はないば。バロッサ、お前の今年の抱負も働くにしたらどうだ。なになになに、おう、おう、みんなそんなにジャグラー好きなの。俺も地球人のこと大好きだよ。そうだお前たち、ちなみに聞くが、今俺が追ってる事件の全貌は分かってるよな。え、よく分かってない。おい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 、何しに来やがったんだ一体。まあいい、説明してやろう。一度しか言わないからな。これを見な。火星の古代遺跡に封印されていた時の石板、ぬくもりを与えると時間を巻き戻すことができちまう代物だ。カルミラたちがこれを使ってトリガーが闇の戦士だった3000万年前まで時を遡り、この世界を闇に染めようとしているらしい。俺はそれを阻止しようと石板を破壊したが、石板の効力は消えず、おまけに3つに割れちまった。1つはトリガーが取り戻したが、あとの2つはカルミラとヒュドラムが1枚ずつ持ち去っている。で、俺はヒュドラムを追って深海にあるやつの隠れ家に向かってるってわけだ。どうやら標的が現れたようだ。行くとするか。ありがたく思えよお前ら、ジャグラー様の活躍を最前列で拝めることをな。いや、
あなたは確か火星の古代遺跡で我々の邪魔をした異星人。ジャグラス・ジャグラー、石場のかけらをもらいに来た。私がおとなしく渡すとでも。ヒュドラムの持つ石板のかけらを取り戻すには、奴と戦うべきかどうか、どうする？さあお前たちの出番だ。俺を導いてくれるんだろう。まあ闇の巨人どももな、三人でも一枚岩にはなりきれてないよね。その点ダークヒールズはあれも一枚とは言えねえか。ヒュドラムってやつは剣を使うんだったな確か。まあ正面から切りかかってもいいが、それも味気ないしな。なんかいい方法で騙し討ちとかできたらいいな。どうする？地球人、お前たちは何を選ぶ？裏を書きましょう。どうやって裏を書こう？一旦仲間になって利用しよう。仲間になったふりをする。そうだな、真っ向勝負もいいな。そうだな、真っ向勝負、正々堂々、好きだよねお前たちは正々堂々って言葉が。お前たちの考えはよく分かった。ヒュドラムと戦おう。ヒュドラムを倒し、時のかけらを奪う。簡単なことだ。どんな方法で奪うかって、当然剣の腕に自信がおありで、奇遇ですね。私もなんですよ。悪くない動きですね。楽しめそうだ。お気に召したようで何より。しまった。おやおや、刀なしで私に勝てるんですか？おい、力を貸せ人間ども、邪神剣を見つけてくるんだ。おい、マナカ、見つけたら指を指して教えろ。そこか。逃がしませんよ。さあ、チェックメイト。お見事、お望み通り石板をお返ししましょう。一つだけ聞かせてください。あなたの目的は何ですか？目的？ええ、あなたからは我々と同じく闇のエネルギーを感じます。本当に世界を救う目的でその石板を回収しに来たとは思えません。あるんでしょ、本当の目的が別に。やり直したい過去の一つや二つ、誰にでもあるだろう。なるほど、そうだ。剣の腕ではあなたが上でしたが、策略家としては私の方が一枚上手なようですよ。何？くそ、偽物か。どこ行った？油断しましたね。それでも闇の戦士ですか？何か
近づいてくる。アグラ！あんた、地球の海から生まれたウルトラ戦士アグラだ。突然現れた時空の穴から闇の戦士同士が争っている波動を感じ駆けつけた。海で暴れることは己が許さん。まあ聞けよ。確かに俺は闇の戦士だが、今は世界を救うために動いてる。信用するとでも？たく、面倒だな。まさかこんなところでウルトラマンアグルと再会することになるとはな。どうする？このままではヒュドラムに逃げられちまうぞ。アグルさん説得してもな、ウルトラマン説得する気にならねえんだよな。面白くなさそうだし。一人でヒュドラム追いかけるか。ヒュドラムを追いかけてもう一回仲間に誘ってみるってのはどうだ？案外ひょひょ乗ってくるかもしれないぞ。だいたいカルミラなんかについてないで俺と行動した方がよっぽど有益だと思わないか？それに比べてアグルさんね、一筋縄ではいかないだろうな。ものすごい偉そうな感じで喋ってきそうだもんな、アグルさん。そんな無茶な戦いはとか言われたな昔。ああ懐かしい。あれ、そういえばアグルさん、いつも連れてる相棒今日いなかったな。赤いなんだっけ、あガイアさんか。待てよ、アグルがここへ来たということは他のウルトラマンも動き出したか。めんどくせえな、ウルトラマンわや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 来るからな。ああせっかく一人で楽しんでたのにな。そうか、お前たちの考えはよくわかった。アグルさんと話し合おう。アグルさんにこの状況を説明してみるとしようよ。しかし面倒だな。なんて言おうかな。いいか、俺はな。待て、なぜだ？お前の中に地球人たちの光を感じる。それもたくさん。ああ、どういうわけか今俺の意識と地球人どもの意識がつながってるんだ。不服ながらも協力して行動中だ。これは地球人たちの声。どうやらお前を信頼しているようだ。いいだろう、今回だけは見逃してやる。突撃！ゼット！ジャガロ！オグル先輩まで！お前も時の石板を回収しに来たのか。トリガーから救援要請が来たんで、ベリアルクの力で時空を切り裂き駆けつけたんでございますよ。なるほど、時空の穴はお前が開けたものだったわけか。まあちょうどいいや。ヒュドラムが石板のかけらを持ってこの辺りに潜んでいる。探すのは手伝う。おっす。それじゃあ二手に分かれるか。やつの手負いだ。遠くまでは逃げていないはず。信じてるよ、信じてるよ、信じてるよ。はん、見えるものだけ信じるなって教えただろう。しかしウルトラマンアグルとウルトラマン Z、 どちらの光の戦士と共に行動するべきか。あ、そうだ、地
球人、決めていいぞ。相変わらずアグルさん疑い深かったな。まさか Z が来るとはな。あいつベリアロク持ってたな。いいな、ベリアロク、あれ欲しいな。Z と行動を共にしてベリアロクを奪おうか。うん、それも悪くないな。時の石板のかけらを回収するふりをしてベリアロクを奪う。うん、悪くない。ああ、Z まで来たってことは、あとは光の戦士に任せて、俺やっぱ帰ろうかな。なんか飽きてきちゃったな。うん、どうする地球人、答え遺憾によっては帰っちゃうよ。ああ、お前たちの考えはよくわかった。アグルと行動を共にする。気乗りはしないが、アグルと一緒に捜索してみるか。言っておくが、俺はお前を完全には信用していない。少しでも変な真似をしたら。分かった分かった、疑り深いやつだ。ん、あれは、あれが時の石板のかけらか。次こそ奪い返す。足を引っ張るなよ。こっちのセリフだ。もう追いついてきましたか。戦士と仲良しごっことは闇の者としてのプライドはないんですか。勘違いするな、いいように利用してるだけだ。では彼がこんな目に遭っても構わないですよね。地面に爆弾を仕掛けてやがったんだ。ここは私の縄張りですよ。何の準備もなく待ち構えていたとでも。俺に構うな、奴に集中しろ。うるさい、俺に指図するな。アグルがどうなろうと関係ないが、こんな状態じゃ足手まといだ。おい地球人ども、光エネルギーをあいつに送ってやれ。やり方はわかるか。画面上にあるギフトボタンを押してウルトラチャージのアイコンを選ぶといい。いくつでも送れるから試してみるんだな。画面上にあるギフトボタンを押してウルトラチャージのアイコンを選ぶの。わかったな。よし、いい子だ。それじゃあ俺様の合図に合わせろよ。宇宙人たちの光か。油断したな。それでも闇の戦士か。くそ、この俺を侮辱するな。こいつ
暴走を始めやがった。もうなんて膨大な闇エネルギーだ。暴走しているせいで全然攻撃が読めない。近づくことすら難しい。こうなりゃ時の石板の力を試してみるか。かけらなのに使えるのか。おそらく大幅な時間移動は無理だろう。せいぜい数秒巻き戻るくらいだ。うまく使えば勝機が見えそうだな。おい人間ども、手を貸せ。今から俺たち3人で奴を囲む。そして奴が俺たち3人のうち誰を最初に攻撃してくるのか覚える。そっか、それを覚えた状態で数秒前に巻き戻せば。ヒュドラムが誰を狙うか分かっているから、攻撃が来ない側の2人で奴に大技を打ち込めるってことだな。そういうことだ。いいか人間ども、奴が俺たち3人のうち誰に向けて攻撃するか覚えておくんだ。名付けて敵の動きはお見通し大作戦。相変わらずのネーミングセンスですな。うるさい、行くぞお前たち、作戦開始だ。よし、覚えたなお前ら。時を戻すぞ。相変わらずのネーミングセンスですな。ん？おお、本当に数秒だけ巻き戻った。さあ、出番だぞ、人間ども。さあ、ヒュドラムが攻撃したのは誰だったか教えるんだ。しかしヒュドラムの野郎、切れて暴走するた。エクセレントじゃないね。しかし時の石板便利だな。やっぱ独り占めしちゃおうかな。お、そうか、アグルだな。やつはアグルを狙う。俺と Z で渾身の一撃を叩き込むぞ。勝ったんだ。今だ、設定の交戦。残るはカルミラが持ってるかけらで最後だな。すぐに向かおう、きっとトリガーも。そう焦るな、万全の状態で乗り込むため一旦休息だ。俺は破壊された海底世界の復旧作業に当たる。またどこかで会おう。ご協力ありがとうございました、アグレ先輩。そいつには気をつけろよ、Z。本性は闇の戦士だ。わかりました。最後まで感じの悪いやつだ。信じていいんだよな。知るか、んなこと自分で決める。そうだぞ地球人、俺様には気をつけろ。希代の気分屋だからな。あ、しかしさすがに疲れたな。どうだった地球人、俺様の活躍は。さあ、久しぶりに地球人と会話もしたし、これで帰ろうかなと思ったけど、せっかくだ、聞きたいことがあれば何でも言え、特別に答えてやろう。
どれどれ。信じてるよ、信じてるよ、信じてるよ。だから見えるものだけ信じるなって教えただろう。コメントが早すぎるぞ。これ追いつかなそうだな。いや早えな。4回目一番早えな。いちご好き。やべえな。4回目めちゃめちゃ早えな。地球で一番のお宝を教えろ。地球人だろ。ベリアロックさんどうやって説得するんですか。力ずくだよ。 Z タメ口だけどいいの。そんな小さいこと気にしたことないね。お年玉ください。後であげるよ。ナオミちゃんをどう思ってますか。ああ、気の強い女だなって思ってるよ。あ、何か、ジャグジャグ大好き。ありがとう。俺も大好きだよ。餅食べました。食べました。明日のハルキに一言お願いします。ハルキ絶対噛むぞ。切りたい相手は誰ですか。あー切りたい相手は多すぎるな。あーまあ一番は君が決めていいよ。ピースしてください。スマイルスマイルして。ケンゴに頼むよ。ティターンのことどう思いますか。ティターン盆栽どうしたんですか。気になってるねみんな盆栽。だから盆栽は他の惑星に植えてきた。どこかで命の木が芽吹くかもね。好きな怪獣はゼッパンドンだろ。アグルと共闘してどうだった。ああ相変わらず分からず屋だったな。ガイさん元気ですか。ガイさんに聞いて。トリガーダークはウルトラマンですか。あれはウルトラマンじゃない。蛇倉翔太大好きです。ああ蛇倉翔太じゃなくなっちゃったんだ。もうジャグジャグしてください。ジャグジャグしてくださいって俺がするもんじゃないだろ。リクに一言。たまには野菜も食えよ。あとはなんだ。すげえ俺のことみんな細かく知ってんな。俺より知ってんじゃねえのか。アブソリューティアンについてどう思いますか。金色だな。お歳暮ください。だからあとお歳暮って今年の末じゃねえかよ。ギャラクシーレスキューフォースに入りますか。興味ないね。この辺にしとくか。さすがにこれが一番疲れたかもしれない。これでお前たちとの奇妙な関係もチェックメイトだ。何記念撮影がしたいだと。しょうがねえな。
まあさっきお年玉あげるって言ったからな。いいだろう。10秒数えてる間に撮影するんだぞ。準備はいいか？行くぞ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。それじゃお前たちも次の戦いに備えて休め。ああそうだ、お前たちとの旅案外悪くなかったぜ。アバよ。